それは俺も自信ある。割とやっぱ一発勝負はねラグナーはサクッと負けることは多いですけど、相手の癖をね1試合多く見れるだけで全然違いますからね。ガードの仕方や、上入れっぱのタイミング、中段下段の意識、投げが通るか通らないかとかね、そういうところで、まあどのキャラも変わってくるんですけど、ラグナーは特にディバイダーとかがありますんで、と中段円の崩しの比率が非常に高いというのもあるんで、その辺の癖が見れるだけでもだいぶ一発勝負よりは違うかなという印象があるんですが、さあその名の通り言葉に偽りなしか、2試合目も取り返して2-1で現在ユッタがリードしている状況です。さあデッドスパイクに行くたちはもう出せないか、先ほど半角を食らってしまいましたからね。しかもこの位置でさっきみたいな感じで行くたちとデッドスパイクキャンセルダッシュが入れ替わってしまうと、立ち見指導から D ディバイダーが入ってしまいますので4000奪われてしまいます。対策の対策を見せられるときつい。一本選手したら言ったラグナー、まあでも読み合いにはなりますよね。対策の対策があって読み合いが深まるといった感じになりますので、ここから先どうするかは本人たちのみと知るわけですが、あー、イクタチ当たる、タジに2段目カウンターからしっかりしている。ディレイハーデス、このねノーキャン気味のハーデスが、あーハーデス来ねえなっつっててしゃがんだら来たでござるみたいな感じで当たりますね。さあここはユッタが勝利して3勝目。さあこのままユッタが、本調子になっていってしまうのか、それとも国野球がまたね、そこを止めてくるのか。ここで引き出しの差が出ますね、特定の対策、が通らなかった時にじゃあどうするかっていうふうになった時に、日頃の引き出しとか対戦経験の差が出る、まあ、これはブレイブルに限った話ではないですけど格闘ゲーム全般において、よく出ると思います。だから、よくねいわゆるそのガン攻めとか、特定連携で、上位陣も倒すんですけど、ただ格下の人にポロッと負けやすかったりとか、そういう人たちはやっぱ特定の強い連携にこだわってて、それが通れば、この必殺連携が通ればね、誰にも勝てるけど通らない、もしくは、噛み合わなかった場合は誰にでも負けれるみたいな、感じになってしまいます。これ引き出しが多ければね、やはりすぐに軌道修正ができるようになるんでプレーに安定感が増すわけですが、どうでしょうか。さあリードしてましたが、ここで再びユッタがコンボを入れてリードを広げる。さあシールズ、おっと音がゲージ使ったが、CA ラプキャンでミューは 100% 入ってしまったか、ちょっともったいないですね。おうまい。さあ幅切り指導もきつい。そしてバースト対策の C ディバイダーだが、その後の C ディバイダーは嘘。ジャンシー、さあ一歩選手したのはユタラグナ。あ、いい位置入れ替えですね、先落とし、してさあ中段いっぱい当たる。投げが普通に通る。まだ大丈夫じゃないのか、これは大丈夫じゃないですね、全然大丈夫じゃなかった。 OD 見えてなかったです。勝利したら言ったラグナー、さああっという間に4連勝してリーチをかけました。
41。そんな物騒な格好しやがって。俺が引き出しとか対策うんぬんとか言ってる間にね、1試合目ミュウがまさにそんな感じで、流れを変えたように見えたんですが、そこからユッタが一覧の目取ってしまいまして、流れがまた戻ってしまいました。さあこのまま行ってしまうのか。 4-1 で第6試合目です。ワンピーガー、ユッタラグナー、ツーピーガー、フニャキューミュー、エルズファング、あーうめえ、ファンシーカウンターガード、カウンター限定ですよね、地上カウンター限定、ヤンキャンでトスカをかわしての、はい、お疲れです、ニネマジさんお帰りでございます。さあ、おーはい、これはバリアジャンプがミスって暴発したか。雨のアバヤはくぐれない、トスカからお見合いは投げてジャンビビー、今のはディバイダーがなんかあっちか 6A がちらっと見えましたような気がしなくもないですが、見えじゃないんですけどね、なんかそんな打ちたくなるようなポイントではありました。おおっ、着地にしゃがパン、地上の相手に当たって詐欺飛びしてるんですけどもね、そんなのお構いなしにつぬぐいが当たってくる、あ、タメビームです。さあここでアクセント加えてきました、タメビーム、タメビームは空中接中に、踊ってるんで、硬直が、刺されるとかなり危ないんですけど、こっそり接中できれば強い。らしいカウンターから 6C、 さあこれはいい指導だ、ヘルマス3700、雨のトスカ投げは抜ける、6A、ダジディ、ヘルズは動かない、 CA だ、ドクビーバスト、あはは、最後は X 切りみたいになってましたけど、ジャンプ C とイクタチが位置入れ替わって、フニャキューが 2-0 で勝利、踏みとどまります、2勝目。さあただまだユッタがリーチなことには変わりがありません。4勝2敗というか、ユッタ4勝、フニャキュー2勝で第7試合目です。ハバヤ、さあここに来てハバヤをちょっと鍛えてきましたね。まあ、無課長の性能ではないですけど、嫌がらせフォアとしてはまだまだいけます。お塚をメインに使いつつ、ハバヤも混ぜることでダメビーム、いいぞ、ダメビームは機能している。あ、これはダメのトツカに立ち B がボロに打ち負ける。あ、しかもちょっと今ディレイかけてましたよ、ラフキャンディレイシャガビーが味潰しになったのかよくわかりませんが、のつか鬱陶しい、テイクサイズはジャンシーで切られて、ミュウが一本選手、さあミュウ側が動きを明らかに変えてきたが、今のはボアっぽい、投げ返したのはミュウ。さあ、ラゲコンは、あ、減る、それなりに減ります。6C当たる、危ない、トツカ便利、あー、しっかり直側から割り込んできました。バーストミューガー勝負に行くが、痛いのが入る、ハーデスからカウンター、ダッシュガントレットハーデス取り返して 1-1 でファイナルラウンドです。追っかけてきた、
ジャンシーカウンター、これは美味しい。ラジビーからイーディバイダーまでつないで、エルズ締め、さあ置き締め、あーやらしい、6ビー通ってしまう。これは減った、投げが通る。そして、闇に食われるまで入って、久々に見ましたね。でも投げからすぐ闇食わだったら最低保証より確か闇に食われるのが減るんですよね。というわけで、本日の GWB は5対2で、ユッタラグナーの勝利となりました。おめでとうございます。はい、じゃあ2人どうします？